今日の試合、川内選手がサブに回ってますけれども、はい、まあ、そういった疲労とか調子の意味合いもあると思いますし、うん、まあ、ジョーカー的に入ってくることでより力を発揮する可能性もありますし、ここも大宮の2トップは見ます。さあ裏内田抜けるところ、あ、ここはちょっと大宮が交錯する、フリーになった内田、中に送るか、中に送って逆サイドシュート入った、ダグラー先制。でそしてこの後、まあ、冷静に中を見て、で低くて速いボールピンポイントで合わせていきましたね。そうでしたね。そしてこのシュートも手前でワンバウンドして見た目より難しいと思うんですけども、はいはいはい、中村選手よくゴール蹴るのは遠藤です。ゾーンで守ります。オールがニアです。あー取り切った、最後は富樫。ニアで吸ったのは若さですかね。ですかね、まあ、先ほどから富樫選手相手の前に入ってきましたね、はい、ただまあこの後ボールの軌道が変わった後に合わせていくの非常に難しかったと思うんですけども、富樫選手、ね、よくゴールの枠に捉えましたよ。横に落として、ここはうまく武田が入って、富山、失礼、富山、小島から富山です。さあ武田が走り込んできて自分で打つかどうか、自分で打って、ポイント、見事決めました。富山1点返した。大宮、そしてサポーターにアピールしました。武田でこれ1対1になったんですけども、まあ、中にパスという選択肢もあったと思いますけれども、あ、まあ、ここはもう自分で点を取りに行くというそういう気迫が見えたシーンでしたね。さあここ浮いた位置です。名倉、木田が浮いてます。遠藤は逆サイド、ちょっとバイタリとフォギーニョ空いている、そのフォギーニョ狙ってくる、決まった、仙台3点目、またフォギーニョ決めました。2試合連発。そしてフォギーニョ選手のミドルシュート、うん、見事でしたね、まあ、ブラジル国内で11クラブですか、ね、その加藤、内田です。中カルドーゾカルドーゾ、4点目仙台。このクロス見事でしたよね。見事でしたね。ピンポイントで合わせていきましたよね、まあ、それに対してカルドーゾ選手のヘディング、はい、まあ、このコースゴールの枠ギリギリにいったシュート見事でした。泉さん中さあ決まった、1点返しました。さあ1点返したぞ、2対4、まだありますね、まだまだ、はい、ええ、小見事菊池選手のところに落として、はい、後ろから小野が上がってくる、小島、さあ泉沢、マセがつく、またいでまたいでかわしてクロス、そして試合終了です。2対4、大宮は連敗、首位の仙台、まあ、派手な試合にはなりました。